おでーあらばしー資材置きはこんな暇なのか暇っすねベテラン人10人ぐらいそこで見てますもんね嘘つくなそんな暇じゃねえ俺もさ動画の、まあ、タイトル的にね、はい、あの経営破綻経営崩壊みたいな感じだから、はい、資材置きは暇だなって言ったけど、はい、時計見たらもう5時回ってるわ誰も帰ってきてないから誰も帰ってきてもう5時50分だよ別にで俺どんだけ鬼やねんみたいな世界になっちゃうけど この時期にまあまあブラックっすねブラックねあのまあ本当俺の経営者周りなんか本当に今まあ暇暇ってまあ愛知県なんですけど僕の周りで言うと実際にどう足場業界は足場暇っすねみんな暇っとるよな暇ってますただまあまあ、僕らはまあちょこちょこやっぱ仕事あるっすけど、うん、まあ他のまあ僕らのまあ横のつながりで、まあ、足場屋さんとかいますけど、うん、結構やっぱ暇でなんか仕事ないっすかないっすかって今うちよりうちはまあ塗り替え道場の中のまあ足場屋なもんでさ、はい、まあちょっと取材規模としてもまあでかいけど言ってもな手もでかいけどただまああれだよなうちなんか別にそんな常時どれぐらい2、30人ぐらい動いてるのジョージも24号じゃないですかぐらいが平均として、はいまあ、もっと40人50人っていうところもあるじゃん、はいね、100人動いてるような足場屋さんも結構おるじゃん、はいね、そういうところからも暇だわって言ってくるそういうところ、まあ、80人とかそういうのいないですけど、まあ、結構以上多いところからも、まあ、暇とは言ってきますね、うん、やっぱ経営厳しいんかね結構厳しいって言いますねもう何人10人休ませたりとか、うんまあ、僕らもたまにあるんですけど1ヶ月に1回とかですか、うん、まあまあどうしても被らんもんで現場が、うん、もう逆にその中に入ってその1軒2軒の現場を逆に両サイドにずらしてまあ前か後ろにずらしてその日も全部全休にしよう日程を調整してなそうですねあ、もう全員休みしようかそういうことはあるんですけどうるせえもんなみんな忙しい時は忙しいでもう休ませろ休ませろうるせえけどこれ暇になるとお前やだ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 ってお前20日以上出とるだろうってドバ掃除するとか言い始めますからねドバ掃除なんかいらんわっでも出てよもんねお前ほんとに俺が労基署に訴えてよマジで都合のように来てるからね疲れたらもう文句ねえだろって思うんだけどなはい俺はまあいろんな経営者まあ塗装とかだけじゃなくてね他の建設業界のいろんな経営者とまあ交流があっていろいろ話も聞いたり勉強にもなるんだけど、はい回収事業とかも暇っていうもんなねえって言ってもな今あるやつ終わったらもうどうなるかわからんわってそうっすよね、うん、こっからだって1年2年先の方がやばいってみんなあ規模が大きいところは、はい、もう何十億とかやってるようなところはもうこの今なんかまだ決まったやつがあったもんで、はいうんまあ、伸ばしたとかもう遅れとるとかはあるけど、はい、一定まだ計画があったもんで、はい、その大きい物件ってそんなもう何年越しじゃん新築なんか特に何年越しですね、うん、なので、ね、俺らみたいな足場とかじゃないもんでなんか大変だよなそうですねうちの会社はどうなのうちの会社はまあまあおかげさまでって感じです暇暇って言って、はい、言っとる割に20何日とか絶対出とるだろう、はい、22、3とか出とるだろう出てますねなんか営業さらにお前新規営業取ってきたとかなんかあんのまあそれはちょこちょこありますねあ新規もちょこちょこありますし、うん、まあまあ新規ってのはまあ見とるんでまああれですけどもし見とる人がおったら、うんうんまあ、1件とか、まあ、月2件だもんでそんなに別にあんまり大差はないと思うんですけどあ会社としては会社としては、うんまあ、僕らやっとるっていうか、まあ、ちゃんとした足場だったり、まあ、日々からじゃないですかねああ日々例えばやっぱじゃあ、まあこういう風に引っ組んでほしいとかなればやっぱちょっと時間かかってもやったりとか、うんまあ、お客さんの要望に応えてって、まあ、追加が出ても別になんか嫌な顔せんとなんかそこって大事じゃないですかすごいああまあそうだよな、うんまあ、ちょっと材料が足りないもんでちょっと明日になるんですけどいいですかとかで、まあ、ここで対応してきますし、うんうんうん、やっぱりみんな職人が仕事の質とかも関係ある仕事の質もやっぱりあると思うんですね、うん、どこまで行ってもやっぱり仕事の質って一番大事じゃないですか、うんうん、やっぱ足場っていろんな業種が入るんで、うん、だいたいあそうだな元請けさんでもいろんな何社にも頼んどるもんでそうです、うん、大きいところとかあるな、はいうん、だからそうするとやっぱりもともと使っとったところ切ってうち使ってくれたっていうこともやっぱ多々ありますしああそういうことな、はい、あ要はあまあ例えばうちでいや塗り替え道場で親方がおって、まあ、100人動いとんのに80人しか動かせんとまあ今ね、はい、あの営業の方はちょっと暇だもんな、ね、やっぱ、はいでそうすると80人になった時に、まあ、じゃあその20人誰切るのってなった時に、はい、やっぱできんやつとか口うるせえやつとかそうですね、うんまあ、わがままなやつとか、はい、仕事だけではなくてね、はいまあ、仕事品質、まあね、お客さんの受けとかもそれはもう大事なんだけど、はい、まあ、なんかめんどくせえわーって言ってるやつは、はい、もう先に切っちゃうわなそれ確かにね、そうですね、うん、
だから トータルですよね。トータル、まあいいやつを絶対残すわけじゃないですか。まあそうだったら俺、お前一番最初に聞いたんだよね。はい、僕も切れてますよ。自分でこさびっすね。ガンバね、マジで。マジでイライラするんだけど、ガンバ悪いもんね。お前殴れへんかよ、お前。カメラ回ってる以上、お前。一回止めようか。一回止めようか。まあ、止めんねよ、お前。こうなったから、こうやって動くじゃなくて、こうなる前にやっぱり、最初に動いとくのが一番。今になってからまあ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 やっても、それよりもまあ普段からやっぱで、こういうのでもし仕事がなんかだってね、切れとるって言ったら、まあ人生厳しい状態の時にそんなことお前に言われたねえわってあると思うんですけど、はい、まあでもそうやって自分を見つめるチャンスやからな。まあそうですね、やっぱり一定、例えばうちでもゼロにはなってないので、はい、一定じゃあ暇って言ったら 10%20% 減るだけじゃん、はい、仕事なんても、はい、だけど 10%20% 減ったってことは 10%20% の人がまあ、切られるって言い方は、まあ、失礼だけど、協力業者さんね、一人親方さんとかいっぱいおるもんで、はい、まあ、そういう人たちはね、まあ、長いからって単純にただ10年20年職人やっとったから、まあ、お前そのもう俺用はないもんな、うちは、はい、もちろんそのお客さんがおることなので、お客さんが選ぶからね、ある程度は、はい、俺が選ぶとかじゃないもんな。そうっすね、どんだけあいつ可愛いからって言ってお客さんがやっぱ選ばん以上、はい、あの子は捕まんとこばちゃって、まあ、営業から嫌われてるもんね、私はやつで。そうっすね、なんか今すぐやれる対策とかあるの？まあ、なんか言われたらもうすぐ飛んでいくことぐらいじゃないですか。あー、そういう対策というよりかは、 あとはやっぱりもう時間かけてもいいから、結局だってもし1件とかしかなければ、うん、別に例えばじゃあできる人間3人いって、うん、パパって昼に終わらせてきてドバ掃除させてってやるんだったら、うん、もうなんかじっくりじゃできる人間連れてって、うん、いや俺さ、それ俺じゃあ もっとさ小規模で 2,3 人の子がさ、はい、お前がさ、まあとりあえずなんか言われたらすぐやることじゃないですかねって言ったのにさ、はい、まあ思い出したの、俺も会社立ち上げた頃、まあちっちゃいわけじゃん、はい、1人から始まって2人3人って、はい、で俺パッて思ったのは、まあその時なんか仕事欲しいばっかだもん、どんどん増やしてたわけでしょ、はい、お客さんは、はい、じゃあ暇で家でぼーっとしとっても1日だけど、はい、で俺はもうそんななかったんだけど、もう最初からもうずっとさ、もうしょっちゅう毎日酒飲んで、まあお前知らんけど、まあ聞くじゃん、リーダーとか、はい、いろんなやつから聞くじゃん、はい、で俺はお客さんともう飲みに行きましょう飲みに行きましょうって毎日電話しとったし、はい、で現場に遊びに行っとったの、はい、現場の帰りも現場行くとか、はい、で自分が現場ないとき、仕事ないときは、はい、現場行って、あ、疲れです、ヘルメット勝手に被って、はい、どうすかあなた、なんか手伝いましょうかとか、はい、まあええよ、あなたら昼からやってけとか、はい、まあ、今日つけんぞとか言って、はい、あ、いいっすいいっすよ、つけんでいいっすよ、はい、で明日からもう入れとか、はい、やっぱなんか顔見るとなんかお土産はくれるよ、仕事の。あ、来月からこういう仕事あるんだけど、ね、はい、まあ、あれだったらまあどこどこに頼んどるけど、はい、お前んとこ 2,3 人だったら入れるか聞いたろかとか、はい、やっぱ人間ってそうじゃん、なんかお土産あげたい生き物じゃん、はい、だって顔とか出すっていうのは俺すごい大事なのかなって今思ったけどな。大事ですね、うん、でもこういう時期だよね、本当に。まあこれから本当に厳しくなると思うよ。ちょっとまあセミナー動画でもちょろっと言ったけどね、あんまり見ないんでこういうところで喋っとくけど、はい、俺の周りの経営者もう10億20億30億50億がやってる人たちはみんな言っとるのは、はい、これからだね。あー、リーマンの時なんてまだ これからだぞ、はい、うん、でそっから3年4年5年って続くぞって。マジですか。でそりゃそうだよね。だってまあ建設会社じゃないとするじゃん俺が、はい、じゃあ暇、今年暇、決算悪い、はい、じゃあ来年設備投資しようかってならないじゃん。あ、じゃあ機械入れようかとかね、はい、新築工事やろうかとか、はい、ね、だから機械系とかなんか部品屋さんとかもすごい大変だと思う。でも家とかはでも消耗品じゃないですか結局は。あ、新築はまだ分からないな。でもそこって最後に来るんだよな。で今度企業が悪くなってきたらボーナスが減った、残業が減った、いろんなもん減った、はい、給料が減ったってまだないじゃんってあんまり、はい、これからじゃん。でじゃあもう家建てるのやめよっかとか、いや、やめよっかっていうよりも計画しんとこっかだよな、はい、どっちみち言ってあんなもんローンで買うんだもんで、はい、もう買うって決めたら人間買うじゃん。じゃあもう待っててもしょうがないもんで、もう本当やめるなら早くやめてほしい。本当に今暇で仕事がない、あの来年ぐらい良くなるんかなって思っとったら、まあ良くならんでしょ、はあ、逆に、え、なんで良くなるって思うぐらいだよね。だって良くなる予感ないよね。まあ今そうやって聞かれる、そうっすよね。そうやって、なんで良くなるの、じゃあ何か計画あるの。まあオリンピックってもう終わっとるでしょ、はい、延期しただけで工事はほとんど終わっとるわけじゃん、はい、でインフラでもうちょっとね、じゃあ延期したもんちょっとやろうっていうのは出てくるなっていう話は出てったけど、はい、でもまあ何かやってかないよな。何かやってかないといけない。でも本当に土木の手伝いとか言ってるやつらもおるんだ。もう全然いますね。もう大工やったりとか、うん、もうやったことないもんね。本当に手元ですよね、うん、でそうなるとやっぱり単価もやっぱ下がるし、うん、その分やっぱりその従業員の金額も下げなきゃなってくるし、うん、まあ、忙しい業種って絶対あるよな。ありますね。こういう時でも忙しいとか、はい、ね、
こういう時だからこそ暇だ。新築が建たんなら改修とかはでもどうなのかやらなあかんっていうのが大きいから、はい、改修っていうのは動きやすいと思うんだけどね。まあそうっすよ、うん、そんなに改修工事、俺らの工事はそんなに動かんと思うけど、はい、うん、やっぱ新築やってるところが厳しいと思うけどな。厳しいっすね、うん、新築の方は、うん、厳しいと思うけどな。実際に潰れてきてるとかおる、うん、聞かないっすね。会社潰すとか言ってやばいとか言ってるところあるっすけど、うん、まあ、今助成金も出てるからな、まだ、はい、ただ耐えるだけじゃなくてやっぱ何かやっていかんと。じゃあコロナ、はい、コロナって言ってまあね、家にこもっとってもしょうがないもんね。1人2人3人、まあ、従業員の仕事作るのも本当大事だから、まあなんか顔出していろいろ動いて、はい、まあとにかく無駄なことするべきだと思う。でなんか学ぶ、無駄なことからね、はい、で2歩進んで3歩下がるみたいな世界もあるかもしれんけど、はい、まあなんかやったらいい勉強になるんじゃないかなと思います。はい、こんなんでよろしいでしょうか。いいとも、また見てね、また見てね。Yeah.